ネバ、ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今回はとある有名製薬会社 R にまつわる秘密についてお話ししたいと思います。皆さんどうか心してご覧ください。これからお話しすることを聞いてしまったら昨日の自分には戻れないでしょう。某有名企業 R、 今回ネバセイココロはその裏に隠された怪しい噂にメスを入れる。皆さんはこんな噂をご存知でしょうか。 R 製薬会社には女性50人が着用したシャツの匂いを嗅ぐ男性社員がいる。にわかには信じがたいこの噂、実はある疑惑が潜んでいるんです。この男性社員はとにかく女性特有の香りの変化を発見するためにシャツの残り香を嗅いでいたそう。そして時を同じくして R 製薬会社が発売した商品、それこそがデオコだったんです。これだけではありません。 R 製薬に所属するとある女性社員は父親が使っている枕の匂いをわざわざ嗅ぎ、研究開発に明け暮れていたという噂があります。そしてまた時を同じくして R 製薬会社から発売されたのがデオ。匂いに対して異様なまでの執着を見せる社員と R 製薬会社が発売する匂いケア商品デオコとデオ、その間には何らかの関係性があるのでしょうか。大きな陰謀が隠されているようにも思えます。私たちは今開けてはいけないパンドラの箱を開けているのかもしれません。有名企業の人気商品にまつわる意外な真相に迫った心、そしてそんな製薬会社 R についてまことしやかにささやかれるもう一つの噂、それは R 製薬会社といえばとあるテレビ CM が有名でした。その CM は会社の前をたくさんの鳩が羽ばたいていくという内容、真っ白な鳩に見覚えがある方も多いのではないでしょうか。実はあの CM の撮影に挑んだ制作チームがとても奇妙な体験をしています。あの10秒程度の CM 撮影、かかった時間は半年、青空の日を待ったためそれだけ時間がかかったのだとか。これは天からのメッセージとしか取れません。さらに当時の R 製薬会社には恐ろしい秘密が隠されていました。それはその鳩たちを会社で飼育していた。会社の中に鳩係という担当者が存在していたそう。これも何かの陰謀なのでしょうか。真相は闇の中です。皆さんいかがだったでしょうか。 R という企業に隠された様々な疑惑、そして私たちは今さらに大きな闇に触れようとしています。これを聞いてしまったら昨日までの自分には戻れなくなるでしょう。それが大抵の企業にはコーポレートアイデンティティや社訓といったものが存在します。 R という企業の場合がこれ、ネバーセイネバー。皆さんもうお気づきですね。ネバーセイネバー、ネバーセイネバー、ネバーセイネバー、そうネバーセイ、そして私の名前はネバーセイココロ。この奇妙なまでの一致は果たしてただの偶然なんでしょうか。それとも何らかの大きな力が働いているのでしょうか。さらに奇妙なことに、現在日本にネバセイという名字は存在していないとか、しているとか。我々は開けてはいけない扉を開けてしまったのかもしれません。こんな動画をアップして怒られるか怒られないかはロート次第です。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。